大橋本奥入りとは、源氏物語の注釈書、奥入りの写本である。この写本はかつて、大橋綾介の所蔵であり、所蔵者名から、大橋本、または、大橋家本と呼ばれる。奥入りの著者、藤原定家の自筆と見られるもので、自筆本奥入りと呼ばれることもある。まとまって伝来している。 源氏物語の注釈書の写本としては書写時期の最も古いものに属する貴重なもので国宝に指定されている。本写本の末尾には奥入りの成立過程についての重要な証言が記録されている。それによると、奥入りとはもともとは藤原定家が小本として自ら作成した源氏物語の写本の各館の本文の末尾に書き付けた様々な注釈のことであり。 奥入りの名もそれに由来する。ところが、藤原定家がその写本を貸し出した際に、これらの注釈を勝手に書き写されて世間に流れ出し、さらにその見解に対して批判を加えられたりしたことから、これを写本から切り取り一冊の本にしたものであるという。またその際、歌などの本文の一部が失われたとされている。本写本は、各巻の注釈の冒頭に、 各館の本文の末尾を持っているという、奥入りの成立についての説明されている通りの形状を持っている写本である。本写本には現在は8箇所にわたって欠落があるが、東山文庫本、高野達之急造本など、欠落が生じた以前に書者された写本がいくつかある。ために、それらによって、欠落部分の内容を補うことができる。本国永遠。ありがとうございます。